番ですね、そんな悪くない。いつも5、6番手を落とす私としては完全にいいスタート、スタートポジションを珍しく守れました。さあ守れたということはこのままトップに移っていきたい。さあトップと同じ、ソフトタイヤ戦略なので、しばらくは、しばらくくっついていきたいですね。さあ後ろは、ミディアムタイヤなので、すぐに抜ける心配はないと思うんですが、ソフトが垂れ始めてくるまではなるべくギャップを築いていきたい。全然ついていけない。直線立ち上がりで置いていかれる。速攻一塁以内に、入らせてくれませんでした。さあ3周目ですが、ディアレスが使えるものの立ち上がりが全然違う。私の立ち上がりも良くないんでしょうけど、ちょっとレッドで直線遅いのもあるので、完全にスリップが入るぐらいベタベタにつかないとちょっと厳しい。さあ後ろは引き離しているものの、前からも引き離されるという展開。まあ裏を返せばリアラップなんで、それはそれは自分にとってはいい方ですね。ちょっと前が近すぎると私いつも絶対ウィング壊しちゃうタイプなので、これぐらいの距離感の方が走りやすいといえば走りやすい。横へは1秒以内に入りたいけど、さあそしてここでちょっとミスってしまいました。まあ回ったりするわけじゃなくてよかったです。1周ごとに確実に少しずつじりじりと離されていきます。さあ11ラップまでカットしましたが、ついにスライムさんに接近されてしまう。相手はミディアムタイヤですが、こっちがちょっとずつタイムが落ちてきたとかもあるんでしょうか。さあここでついに前に出られるけど、アウト側から粘れるもんなら粘りたいけど、ちょっと無理でしたね。下手に争わずディアレスを使わせていただきましょう。さあこれアウトからいけそうだけどいけない。さあ3番手になってしまいました。これは攻めて DRS に入っていきたいけど、なんかもうここからグイーンって加速していかれてしまう。そしてここもグイーンと立ち上がりが全然違う、明らかに違う。これは私が下手くそなだけなのか、何なのか、フェラーリパワーユニットなのか。さあ15ラップ目でトップの海木さんがピット。同じソフトタイヤスタートなので戦略的には一緒なので、私もいつ入るかというところですが、できれば引っ張りたい。まだ自己ベストは出せているのでもう少し引っ張りましょう。込み入ったところに出たくないんですが、ちょっと海木さん出たところはちょうど人がいるところをですね、できればそこを避けたところで戻りたい。
とはちょっとタイミングは、まあ、私はあれより後ろでは戻れるんですが、嫌なところで戻りたい。ですからまだこのまま3落ちぐらいなのでもうちょっと引っ張ります。さあ後ろのミタレスさんが直接順位を表そうっていう相手なのでアンダーカットされないようにプッシュしていきたい。ということは摩耗したタイヤでもそれなりに戦えると思ったらここで間違えたで、ここでスピン仕掛かりました。さあ大事な大事なピットイン前のラップ、ここで今1秒ロスをしてしまいました。これは相手にアンダーカットされてしまう。最初からワンストップをやるつもりなので、まあ、なるべく最初のやは極端にタイムが落ちない限りは引っ張りたい。燃料を使いすぎている、急いでターゲットに戻すんだ。さあ50が前後ですね。最近あんまりタイヤこれぐらい摩耗してもなんかそんなズルズルと思うほどのなんかしんどくは個人的にあんまり感じないですね。ただこのラップちょっと2秒もロスってしまいました。なのでちょっとこの時悩んだんですけど、このまま行くかちょっと悩んだんですけど、さっき1周前に一瞬ハーフスピン仕掛かったり、まあ、確実にちょっと気を抜くとミスしてしまう状況だったのでちょっともう入ろうということで、入りました。さあそして争っているミタレスさんがファーストテストを出してアンダーカットを狙ってくる。さっきのロスが大きいので2秒のロスは大きい。これはちょっと厳しい。この周入りましょう。練習をした時はもうちょっと引っ張ってもちゃんと、まあ、燃費とエネルギーで帳尻を合わせれば極端にタイムを落とさずに結構安定走行できたんですが、まあ、ちょっとここではちょっと早めに入ります。まあ、ちょっとミスることを恐れてしまいました。さあ今横でいい、あちょっと届かない。2秒ロスした分が効いてますね。さあ三田橋さんにアンダーカットされ、キスケさんにオーバーカットされた感じでしょうか。18ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは1分14.1。
はちょっと前に車がいると緊張します。つけないようにしないと。近づくんですが、まあ、このセクションは、まあ、やはりレッドブルコーナーでは進めれるんですけども、最後の立ち上がりこの辺からグイーンと離されていきます。ちょっと私がこの辺うまくないんでしょうね。さっきアルファロメオにもめちゃくちゃ離されたんですけど、トロッソにも、まあ、ご覧の通り同じような圧倒的立ち上がりの差。これは多分私の進行ラインが悪いんだろうな、立ち上がりがあんま良くないんだろうな、ちょっとまだまだ改善の余地がありますね。ということで、ずっとこんな感じで全然抜ける素振りがなく26周目まで来てしまいました。さあ、全然直線で近寄れる空気がなかったんで、ここで、三谷さんがパッと作戦のようです。さあ、私はワンピット作戦なので、このピット1回分の、まあ、20秒ぐらいのインターバルをもらった状態。さあ、これを守りきれるかどうか。さあ、そして前は遥か先。前にいるマシンとの差は 4.4 秒。みたらしさんがファステストで迫ってきます。2ストップと1ストップの争い、3番手争いです。マシンとの差は 17.3。 14.8。週ごとにぐいぐい近づかれます。ニューソフトのね、美味しいところさえしのげば、ちょっと1回分の20秒はさすがに守れるはずだとこの時思っておりました。さあ、12.3秒、どんどん来ます。そろそろ美味しいところはしのげた感じでしょうか。さあ、この時イエローが出たんで、おっとっと思ってちょっと用心してたんですけど、急に現れるので危なかったですね。さあ、前です。19ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは1.13.0。 ラップでこんな1秒差を詰めている。さあ、後ろはミスさえしなければ大丈夫だと思うんですが、
とかちょっとずつ前が見えてきた感じですね。とはいえちょっと残りの周回数を考えるとちょっと追いつくことは難しい。少なくともこの3位はキープしていきたい。多いですね。ファイナルラップだぞ。さあファイナルラップです。この時はとにかく、無事に安全にミスなく戻ろうと思っておりました。最後ちょっと前にね、ちょっとだけ前との差を縮められただけまだ良かったですかね。全然見えなかったんですが、全然見えなかったんですけど、私ちょっと見えるようにはなってきたので、とりあえずノーミスでできたということは自分では良かったかなと思います。さあフィニッシュ。ペナルティーはあったものの、なんとか、最終順位3番手キープということで、表彰台となりました。